どうも皆さんこんにちは、のりもんです。このチャンネルではフライトシミュレーターや飛行機の動画をアップロードしています。本日はですね、フライトシミュレーターの DCS ワールドで F16 に乗っております。この F16 ですけれども、アーリーアクセスといってまだ未完成品なんですね。でアップデートがちょこちょこあるんですけども、ちょっとね、面白いアップデートがありましたので、それを検証してみたいと思います。ちょっとね、いろいろ並走がついてるのが重いので捨ててみようと思います。ジェッション、うん、落ちましたね。少し身軽になりました。今回のアップデートでですね、注目なのがここのスイッチです。これちょっと見づらいんですけど、こうスイッチがフックと書いてあります。でアップダウンですね。こうフックというのがこれです。アレスティングフックですね。緊急用の高速装置になります。本当だったら飛行場に緊急用のワイヤーが貼ってあって、でもしブレーキが壊れたりとかした時にこれを引っ掛けて停止するという仕組みになっています。これがですね、なんと降りるようになったんだそうです。ここですね。ではこのフック下ろしてみましょう。はい、おー、降りてきた。おー、これですよ、これ。実は下ろすことはできても、海軍機みたいに上げることはできないんですね。もう下ろすだけ。ちょっと遠目で見るとこういう感じ。ちょっと不思議な感じがしますね。これで何がやりたいかというとですよ、誰もがやってみたかった空母への着艦、これができるか検証してみたいと思います。ちょうどこの辺の近くに空母がいますので、あれに着艦をしてみましょう。とご挨拶がてら近くを通ってみましょうかね。いっぱい艦載機が乗ってますね。この空母に着艦をしてみましょう。ギアダウンで、スピードブレーキも開けちゃいましょう。CVN-74 ジョン・シー・ステニス、これに着艦を申請したいんですけど、やっぱり断られちゃいます。それは構わず接近してみましょう。うまく着艦できるのか。いい感じか。おお、いけた、いけた。いけましたね。すごーい。一発でいけた。感動です。最初で言ったように、これアップにしてもですね、上がりませんね。降りたまま。グランドクルーからもう手動で押し上げてもらわないといけないんですけど、そういう項目ないんで、リクエストリペアでいけるかな。じゃあ一回シャットダウンします。なんかいつの間にかフライトデッキのクルーの人たちが出てきましたよ。まだね、全くこっちの方無視ですけど、たらエンジンが止まったところで、もう一回グランドクルーの皆さんにリクエストリペア。ダメっぽいですね。アレスティングフック上げてくんないみたいです。よく見るとなんか地面についてませんね。少し浮いてる、浮いてるんだ。こういう作りになってるんですね。せっかくなので発艦まで行ってみます。で、グランドクルーの皆さんいるので、2番カタパルト。あっちの方まで行ってみましょう。お、
お、お、誘導してくれる。お、誘導してくれますよ。動いてる動いてる、マジか。マジかやってくれるの。来てくれたけどホールドバックバーはつけてくれないようですね。ローンチバー下げろってなってるけどローンチバーないので下げようがないもんね。あ、ごめんね、持ってないんですよ。じゃあ少し前に出て、一応カタパルトに来ましたよっていう設定でこれで出るしかないですもんね。ではここから発汗できるかやってみます。スロットルを 90% ダフルにしてブレーキリリース、ゴー、いけいけー、いけー、浮くのか浮くのか浮くのか、おっしゃー、おっしゃおっしゃ、あ、飛べた、あー、ギアップギアップ、すごいですね、飛べましたよ。F16 艦載機行けましたよ。艦載機になれる。感動ですね、これ。アレスティングフックのおかげで F16 艦載機になれる。わ、めちゃめちゃ感動。もう一回、もう一回行ってみます。お、超ギリギリ。過ぎた、やばやばやば、あ、引っかからない。あ、引っかからない時もありますね。またダメだ。あ、ダメか。というわけですね、はい、F16 を使ってアレスティングワイヤー、アレスティングフックを使えば空母着艦と発艦ができるという検証でした。わー、超かっこいい、超かっこいいな。上がれ、ギアップ、かっこよすぎる。こういった動画面白いと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録などお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。